雪でやけど。もちろん 100% 成功し続けることはない。きつかったこともある。一度、リゾートビジネスに投資したことがあった。他の仕事もしながら、趣味のスノーボードもできる。完全な勢いだけでスキー場を買った。リゾート会社丸ごと、数億だった。ホテル、スキー場、ゴルフ場をまとめて買ったことを考えれば、安い買い物だと思った。ところが、維持費がかかってしょうがなく、改善するために問題点を洗いざらい出していったが、正直参った。リゾート経営とはこれほど難しいものなのかと思い知らされる。特に季節ものはそう。たった冬の数ヶ月の中で、1年分の維持費や売り上げを回収しなければならない。リフトを一つ直すのに数千万かかる。なんだこれは、と驚愕した。これほど大変だったとは想像をはるかに超えていた。それでも地元の人たちは僕の続投を望んだ。スキー客が彼らの店に来る。だから頑張ろうと続けたが、とにかく経費がかさむ。もちろんスタッフたちを食べさせていかなければならない。結果的には他のビジネスで儲けを出すことでなんとかバランスを取った。他を頑張らないと全員が死ぬ。そんなところまで行った。どうすればうまくいくかを考えながら他のビジネスも増やす。これが他のビジネスをいろいろ始めるきっかけとなり、この期間が尋常ではないほどビジネスの勉強となった。最終的にそのスキー場は海外に移住する少し前に売却。今は季節が関わる投資には触らない。天候や季節の移り変わりのタイミングにすごく左右されるもの。例えば海回りのビジネスも夏の到来に左右されるものには一切手をつけない。ただマレーシアでリゾートビジネスをやるのは日本でやるよりもはるかに楽だとは感じる。やらないけども。